巨人阿部新監督、フライボール革命を全否定していた。巨人阿部新之助新監督が21日、フライボール革命に待ったをかけた。川崎市のジャイアンツ球場での秋季練習で若手らに指導し、昨今球界全体で流行らしている打撃スタイルに物申した。指揮官は、育成ドラフト4位中田歩美に打撃指導を敢行。バットを極端に上から振り下ろして球を叩くようなスイング軌道を助言し、フライボール革命をやってたんで、通天閣打法と修正を求めたいと明かした。あれをやって3割30本打った人いるの聞いたことない。なんであれをみんなやるのと疑問も呈した。日本人は日本人なりのがあるでしょ、と新監督。通算406本塁打を放った実績の持ち主の言葉には説得力があった。全然説得力なくて草。完全に昭和脳で草も生えない。いや、許可すがこかで草生える。フラレボってバレルゾーンで打ちまくるようにスイング強制するだけなのに。データ主義やるって言ってたやん。早速感覚で方針決めてる。てか、3割打たなくてもいいからやってるんやで。ダウンスイングって今どっちまでも指導してなくないか。まあ今はメジャーでもフララボは廃れつつあるし、あながち間違いでもない。フライボール革命取り入れて WRC 達成なのに。タスナミの後継者になる未来しか見えない。